ということで田中90です。今回ですね、相手に RPD、はい、NA45 外役オールスターズがね集結した試合だったんで面白かったんで動画撮ってみました。ぜひ見てください。どうぞ。といってもね、この動画は後付け実況です。というのもこの動画のね、自分の声の部分だけ吹っ飛んだんでなかったんですよ。めっちゃ発狂してていい動画だったんですけどね、 NA45 にも興奮してて、でも後付け実況差し替えさこれやばいよねこいつ。この NA45 巧みすぎない？あれあえて置いといてずっと待ってたってことなんですよ。すごいよね。でこれがね序の口なんですよね。こいつらがやべえ DL とかがいて、ほら見て、ここやばくない？ここで待ってるやつやべえよな。ここで待ってるやつってやべえよな、基本的に。で、3人いるんだよ。すごくない？ NA45 の前に中ボス、小ボスといって、最後に大ボスの NA45 だからね。こんな試合ね、マジで、ね、発狂したんだけど、発狂しすぎて音声吹っ飛んだわ。ここ。ほんとここに持ってるやつって俺陰湿だよな。あそこに持ってるのはマジで RPD とスナイパーしかいねえからな。これほんと腹立つんだよな。2回連続でやってて。同じことに引っかかっちゃってぶち切れてんのまだ覚えてるもん。これで ASM でやるんだけど、もう奥のこいつぶち殺したすぎて、もうこいつしか考えてないわけよ。ここにいるんだろって言ったら3人いたのね。やばくない？3人って。そこに3人はやばくない？でもうね、相手がねすごいリスとかに持ってるから、真ん中のなんかねあたりはね取れちゃうんだよ。もうね建物を取る戦いに変わっちゃったのよね。ニュークタウンに珍しいんじゃない？ここまで徹底して建物はないと思う。だってもうここまで取れてんだからね、やばいよね。でまだいるんで、どんだけいるんじゃって感じだよな。ちなみにこの辺りもっとねやべえところで待ってるやつがいるんだよ。でここで美味しい美味しいするんだけど、ちなみにここまで序盤はまだ相手両親がありました。これブチ切れてます。これ裏でブチ切れてました。この声ありだと、もうここまではね、でもね相手ね結構ね両親あるんだよな。この後ね、まあ、この後ろのやつやった後に、あ、なんだよ。なんかやけに建物の方の、なんかあるの赤点。っていうか、もはやリスと建物じゃん、みたいな。リス、建物すら取ってないじゃんって感じなんだけど、これ。マジでさ、ここで打ち合うこと多すぎだろ、これ。ここで打ち合うことが多い試合、マジでろくな試合じゃねえかな。なんかこれで、なんかやけになんか、あれ建物は取れてんのになんでボコれてないのみたいな感じになってんのね、俺。だって建物取れてんじゃんと思ったら、ん？はって感じじゃん。これやばい、こんな、いや、こんなきしょいポジション知らねえわ。なんで建物すら取られんだよ。せめて建物は取りに来い。って感じで。もうやべえんだよな。もう相手がリスに持ってるから、リス壊れちゃってんだよ。これ完全にほら。もうね、芋しかいない地です。地獄です。で、これでもう、ブチ切れてピューリファイアで殺しに行こうとするんだけど、虫さんに会うっていうな。マジでね、虫さんってね、強くない。マジで強くないんだけど、全だよマジで。虫さんがもうね使う感じのねチームはね、もう地獄のチームだから。基本的に攻めれない、ずっと芋ってるからね。10分間芋ってても苦じゃねえタイプの人間だから。でこれで殺しに行くんだけど、 RP で出てくるっていうね。これずっと待ってたんだろうね。マジやべえ、マジやべえ、これマジやべえよな。でこれでなんか出てきた RP でやるんだけど、やっぱね芋ってるチームの中で1人出てくるとあんな感じで集中砲火食らうんだよね。誰も出てこないからカバーがされないからね。でこれもまだね虫が生きてるってね現実に震えてる。でこれでここ美味しいんじゃねと思うんだよ。でも美味しくねえんだよな。ねやばくないこれ、はぁって感じだよな。ぶち切れったよこの試合常に。もうこれでまた殺しに行こうとするんだけど、また学んでない田中球児引っかかるというね。あのね DL も結構害悪武器だよ今。本当になんかだって待ってるよね DL 使ってる人って。なんかあんま突すら最近見ねえんだよな。もう他武器の性能上がっちゃったから、みんななんか結構芋砂が多い気がする。突れないんだろうね、よほどうまくないと。マジで DL ほんとここえぐい、ほんとここえぐい。なんなんこれ、ローカスもさ、これやばいだろ最近のスナイパー。突砂の精神を取り戻してくれ。でこれで敵のね建物に勝ち込みに行ったところ、なぜか変なとこで棒立ちしてる NA45 に殺されるっていうね。なんでそこに2人がなんか仲いい相棒みたいな感じでいいんだよって感じだよな。地獄の試合だよこれ。もう本当にぶち切れてるもん。もうぶち切れて裏で発狂してんだけど、音声発狂してるためね壊れちゃった。音声壊れちゃった、残ってなかったということで、はい、もうねやばいです。 NA45DL RPD ローカス、こいつらが手を組むとやばいです。ちなみにこの後の試合はもっとやばいです。時間切れで終わったチームデスマッチです。ネタバレ。
ちなみにこの後はね、後付け実況じゃなく普通の実況です。 TDESのクラッシュ。やっぱ TDESがなんだかんだ俺一番好きかな最近。いやドミネが一番好き。いやハープ微妙だな。なんかセットおかしい。なんだこれ、なんでこんなシンプルモードふざけんな誰も使ってね、やめろシンプルモード。クソ弱モードなんだよなマジで。シンプルモードいいことないないからね。オッケー、ほほほほ、キモってー。これ3回いるだろ。まだいる気すんだよな。主おらんか。ここ5人おる。なんだこれ、最後の最後でインキャーズと会っちまったか。オッケー、インキャーズ待とうぜ。やっぱ来て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 、トリップマインって引っかかんのあれ。はぁ、あ、はぁ、あ、おもんなこのモード。打ち合えや。すごいねこれ、みんなに持ってる。これすごくね、このチーム気持ちは組んだわ。オッケー、いやーすごいなこいつが。このお芋さんチーム VS お芋さんチーム。オッケー、強い。やっぱ全身打ち合う中距離は強いんだよな。どこいんだろうこれ。復讐だなマジで。復讐完了したわ。これ戻るぞお前ら。あ、みんなそこ行く、そこ行く。オッケー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 。いけないんかこいつ、元気だな。俺ら陰キャ集団すぎるよなこれ。5人いると思ってなさそう、ここに。なんだこの集団常にさ固まって動くからさ、カバー強いから地熱の理想系なんだよな。オッケー、ここで待とうぜ。いや強い、すげえな。これ5分経ってまだこれですか。15、上登ってきたんか。ほい、ハウルの動くしろかっこ大して動かない。どこ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 、これ3回登ったわけじゃねえだろうな。うわー、やべえこいつ。オッケー、いけるいける、絶対やる絶対やる絶対やる絶対やれる絶対やれる。なんだこの追い込み行、この追い込み行なんだよこれ。死んじゃった追い込み行で。これ時間制限で終わんじゃねえよ初めて。ここに5人いるってやべえなマジで。ちょっと楽しくなってきたこれ。これどうすんのこれ、このまま終わるの時間。2人殺さないと。うわ相手も分かってんな、2人殺さないと意味ねえもんな。ナイス、こっちに向かう。オッケー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 、オッケー。いや、ショットガン、ここでショーティーはえぐい。ナイスカバー。あと1キル取ったら漏れるぜ。あと1キル取ったら漏れるぞ、これ。ナイスカバー、マジで。オッケー。いや、ヌックもうやべん。あー、適当に打っただろ。いや、きつ、このモードやべえわ。チーレスいらねえだろう、つまんねえ。ドミネハーポに比べてこんな最高のチームメイトと、いや挟んで倒すしかねえんだよなこれ。オッケー、これ絶対トリップもあるよね。逃げ逃げてる逃げてる。いやーもうなんだそのコンカッション、まぐれコンカだろう。ナイス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 。いや、あと5キルしなきゃ負ける、5キルしなきゃ負けるぞ。オッケー、やべやべ、ボスみたいに、俺ってボスみたい。やべえこいつ、やべえ。都市リンリンって名前から考えられない芋リンリン野郎だ。芋しかいねえチームレスマスってこうなんだ。時間は時間制限で終わるし。うわあ、あそこに5人おる、あそこに5人おるって、えぐ
えぐい、あそこに5人の。やべえ、時間制限で終わるこれ。どうしようもできねえ。5人いるからね、あそこ。すげえ、別ゲーだな、これ。違う世界がそこにはありました。初めて時間制限終わったわ。うわぁ、すげえ、このモード。10分間行くんだ、チルスって。ということで、芋しかいないチーレス地獄説、本当に地獄でした。お疲れ様でした、オッツ。でもね、チーレスってね、極めるとこうなんだよね。正直、芋がね、一番合理的なんですよ。勝つために。